谷文朝筆、十六前身の図憲本着色文化三年、流蔵地蔵十六前身とは十六尊の大般若経を守るとされる五法前身のことである。般若十六前身、十六大悪者賞、十六夜しゃがみ、十六、新能とも呼ばれる。絵画には十六前身のみではなく、正面に現状三蔵と神社大将が左右大将で描かれる場合があり、 他の神が描かれる場合もある。法遊菩薩、常帝菩薩などが加わる場合もある。十六全身図は、日本各地で作成された。また、一説によれば十六全身は、金剛界曼荼羅外金剛部員にある、ご法役者の十六代守ると同一であるとも、四天皇と十二神将とを合わせたものであるとも、言われる。島根県出雲市にある十六刀は、諸本に、豆しい。 元豆咲き、お豆ぶりなど、表記の移動があり、読みも、渦古い他諸説あり定まらない。現在の表記は、海から16全身がこの地でごまを炊いて、大般若境をもたらし、自らの神明をもって、16頭としたとの伝説による。AB、天部の仏像辞典92ページ。絵画の下方に描かれる。左右のどちらかに2名が登場するのかは絵によって、 バラバラである。例えば、最大寺所像、釈迦三尊十六全身図の場合は十六全身の、他に、梵天、大釈天、阿南、歌唱、二王が描かれている。さらに、現状三尊、神社大将も描かれる。右の図は、釈迦如来が中央に描かれるが、釈迦如来は十六全身には含まれない。天部の仏像辞典九十九ページ。 全部の仏像辞典98ページ。大日本地次第二2 7巻。雲用紙巻9。P279。角川地名大辞典。ありがとうございます。